どうも、サガイです。選手たちの紹介特集、第3回は豪慶雄太選手でございます。みんな大好き豪慶雄太、我々の宮城県出身の地元のスーパースターでございます。本当にね、雄太去年は得点王ですよ。チームのね、10点取ってくれました。2桁取ってくれました。ということで、当然ながらシュートがめちゃくちゃうまい。本当に練習見ててもほとんど入んじゃないかってぐらいシュートが入っていく素晴らしい選手、何やらせてもできるスーパースーパーすごい選手、もう大好き大好きっていうところなんだけどもね。私が雄太の好きなところはね、まあその全てのいいところももちろんなんだけどね、一番好きなところはチームのためにね、勝利のためにね、本当にね、痛いところ、ここ行ったら痛いだろうな、怪我するかもしれないな、もう相手に絶対削られるなっていうところにね、勇気を持って勝利のために、チームのために、クラブのために行ってくれるんだよ。そういう厳しいところに、もう本当そういう姿勢にリスペクト、本当に大好きだぜ雄太。もう今年もね、雄太の活躍なくしてベガルタ仙台の J1 昇格はございませんので、本当にね、怪我なくね、最高のパフォーマンスも今年も見せてもらいたいということで、みんなで応援していきましょう。ベガルタ仙台、そして豪慶雄太選手、バモス、今年絶対 J1 昇格しよう。本当に仙台に残ってくれてありがとう。イエス、ベガルタ、ベガルタ、ベガルタ。